総勢12,31人の応募者から選ばれた9人組ガールズグループ20。去年12月にデビューをしてから、特に幅広い層からの人気を集めています。日本から世界へというコンセプトを掲げ、グローバルに活躍している彼女たちは、圧倒的なビジュアルやパフォーマンススキルはもちろんのこと、メンバー同士の仲の良さも人気の秘訣となっています。今回は、そんな20のリーダーを務めるマコの、おっちょこちょいなエピソードを紹介したいと思います。20は、2021年6月4日、公式チャンネルに、20スカウトのエピソード5を投稿しました。ガールスカウト改め、20スカウトとなったメンバーたちが、様々なミッションに挑戦しているこの動画。この日は、メンバーたちが3チームに分かれ、それぞれ体験学習を行うことになりました。体験する内容をチームごとに決め、早速移動しようとしたとき、突然スタッフから個人ミッションが与えられました。その個人ミッションの内容は、同じチームのメンバーから体験学習の間に、それぞれに決められた単語を聞き出すというものです。メンバー一人ずつにお題となる単語が渡されたのですが、その単語を他のメンバーにバレずにうまく言わせることができれば、ミッション成功という企画。マコ、リマ、マユカの幸せクローバーチームにも、一人一人にお題となる単語が渡されました。マコに渡された単語は、サランヘでした。マコは、その単語を確認すると、自信があるのか笑顔になり、指で OK サインを出しました。しかし、途中で不安に思ったのか、スタッフに、日本語と韓国語関係なく聞けばいいですか?と質問したのです。スタッフは、紙に書いてある言葉のまま聞ければ、成功だと伝えましたが、それを横で聞いていたマユカが、ということは韓国語、と鋭い指摘をしました。普段の会話は、日本語がベースであること、マコの質問内容とスタッフの回答の後のマコの少し不安げな様子から、マコの単語が韓国語ではないかと推測したよう。マユカに言い当てられてしまったマコは、わかりやすくタジタジになりました。しかし、マコも負けじと、違う。違うって。私は、みんなをごちゃごちゃさせるために、こういうことを言ってるの、と反論しましたが、今度は、リマから、絶対そんなこと考えてないから、と言われてしまったのです。違うって。頭使ってるって、いつも、とその後も反論を続けるも、最終的にリマとマユカから、韓国語禁止にすれば、マコちゃん絶対成功しないから、といじられてしまい、マコは笑うしかない様子でした。実際に個人ミッションに挑戦した様子は、20スカウトのエピソード7で公開されました。陶芸の体験学習中に急に、二人はさ、私のことどう思ってる?と聞くマコ。二人はいきなり何?怖いと笑っていましたが、それでもマコは、もうちょっと愛情表現してほしい、と続けます。そんなマコを見て、お題の単語を言わせようとしていることを察した二人は、韓国語で、と笑っていました。最終的に二人の優しさで、その単語を叫んでもらえ、マコは、個人ミッションを成功することができたのです。今回は、嘘がつけない正直者なマコの素直な性格のせいで、痛恨のミスを引き起こしてしまいました。年下メンバーたちにいじられながら、タジタジになっているマコは、とても可愛らしかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価も、ぜひお願いします。